どうも、基本一人です。えー、以前ね30年住んでた部屋にね今いますけれども、えー、今回の話はねあちらですね、えー、テーブルですねあと、えー、椅子こちらはね僕大好きな家具なんですね、えー、ですからね今、えー、新しい暮らしということでミニマルに暮らしてますけども えー、そちらの部屋にね持っていくつもりなんですねところがね今ね、えー、こちらの家具をどこに置いていいか分からないっていうのとねそもそもね、えー、置いていいものかってすごくね今悩んでますね、えー、今日はそちらのお話ですあとスピーカーですね左右2本こちらをね、えー、持っていって あとアンプですねアンプにつなげてですね以前はこちらのプラグですねを使って、えー、スマホから音楽をね聞いてたんですけれどもこのアンプとね、えー、スピーカーだけはね必ず持っていくつもりでいたんですけれどもこれもねまた えー、ミニマルに生活するのがちょっと気に入ってきちゃったんで置く場所がねないなっていうのが現状ですね。 今こんな感じになってますね。以前の動画とね、えー、ものはあれから追加してませんから、こんな感じです。ついさ先日かな、えー、ミニマリスト、しぶさんのね、動画を見たときにね、こういう何も置いてないスペースが非常に。 大切ですよという話をねちょうどしてたんですね。で僕もねここは空いてねすごくね、えー、ここの、えー、空っぽのこうフローリングがねすごくねいいんですよ癒されるというかですのでねここはねなるべくね、えー、物を置かないようにまあ YouTube のね撮影スペースなんかで。 使ってね、えー、いろんなものを置いてもね、えー、使い終わったら、えー、ここはね空っぽにするっていう感じでねそういう使い方のねスペースにしたらいいんじゃないかなっていう気が最近してますねですのでね先ほど言った、えー、机ですね先ほどあの前の部屋にある机と椅子をね 結構ね、どこに置いていいかもちょっとレイアウトですねそれも考えなきゃいけないんだけどなんか狭くなるのがちょっと残念なんですね大好きな家具なんだけど非常に迷っておりますあとねベッドの位置ですねベッドの位置がねここがいいのかもうちょっとちょっと変え試しにね 変ええた方がいいのか、えー、例えばですね今こちらにベッドがありますけどこちらにこうドンとつけてですね北側につけて、えー北,ま、北を枕にして、えー、寝るとまあ北枕縁起が悪いとか言う人もいますけど、えー、全然気にしませんのでねこちらのベッドをこっちに寄せて、えー、枕の向きをね今と逆に吸って えー、してみるとかねあとはベッドをこちらの、えー、こちらにこういう感じで置くこういう感じで置く感じ枕をそちら側にするとかね、えー、いろいろねあるんですよねやり方はねまあちょっとね本当にね、えー、迷いますね あとね迷うのはねまあこれで生活できちゃうっていうので余計に迷っちゃうんですよね追加しない方がいいんじゃないかっていう気持ちがね非常にするんでえちょっと結局物を追加するのをね先延ばししてるわけですねえまあ別にあの期限設けてやらなきゃいけない引っ越しでもないんでえそういう感じですね あとですね先ほどのオーディオですねスピーカーとアンプをね持ってくるっていうことなんですけれどもそうするとねえもうこういう置き方できないですよね要するにこちらにスピーカーを置いてやるかもしくはベッドをこちらに元に戻してね あちらにスピーカーをねこう置くというぐらいしかね僕にはちょっと考えがつかないそうするとね今のこの空っぽのスペースがねなくなっちゃうんですよねまあいろいろね試してみてね置いてみてダメならどかしてみてってねやればいいんだけどもうんまあちょっとね なんとなく今やらずになんか考えてばっかりいるって感じですね。っていうかね今のまんまでもいいっていう気持ちがねちょっと強いですね。まあ、もううちょっっと涼しくなななてかからやろうかなみたいなあとはですね冬になるとねまたこたつを今ではねこたつ布団でこれこたつにしてたんですねこの黒いテーブルですけどそれをどうするかっていうね問題もね冬が近くなると出てきますね。 ということで、えー、非常に迷ってますという、えー、動画でした特にねこの空っぽのスペースがいいですから非常に迷っております、えー、最後まで見ていただいた方ありがとうございました、えー、基本一人でした